おはようございます。12月20日現在北海道札幌、中山峠という道走ってます。峠道です。ニセコの方に向かってます。これが北海道の運転の現状でございます。ほとんど見えません。道路はどこにありますか。上の看板と矢印を見ながら運転してます。今はねちょうどよくね前に1台車ありますけど、その人いなかったらもっと大変です。しかし白い車です。ほんとね冬国はね雪国は白い車買わないでください。見えません。できれば色の濃い車がありがたいです。はい、中山峠の頂上です。1000メーターぐらいですかね。おっと、いきなり警備員、こんなとこで大丈夫かい。大変だな、こんなとこで仕事しますか。ほんとご苦労さん。うわ、いっぱいいる。ここにもいるよ。ご苦労様です。こっちもご苦労様です。ゴーグルつけた方がいいんじゃないか。もうあの人たちに誰かゴーグル提供してよ、かわいそうなんだから。非常に北海道は大雪になっております。札幌ニセコ界隈かなりの大雪です。自分の目で確かめております。雪はめちゃめちゃ深い。大至急仕事休んで滑りに来てください。皆さんこの雪踏みつけないと大変なことになります。よろしく。